トロンチームは低くてもね、やっぱり押せも押せなんですよ。ストロンチームは残っちゃうんですよ、これは。はい、残れば、ムード、人間に害がありますので、要するに、化学物質と同じだとね、全然嘘。これはアミノ酸なんて、ないですよ、これ。はい、やはり、全部ね、トリチウム、ストロンチームを全部除去してもダメ、はっきり言って。流すっていうことには絶対反対です。放射能汚染、放射能が含まれている汚染水ですよね、はいはい、アルプス処理水、アルプス処理水って言ってますけど、はい、全然処理なんかできていずに、はい、トリチウムは水に溶けてるので、はい、そのものが入って放出されてされるんですよね、はい、ですから、はい、事故にあった、はい、水ですから、はい、すごい強力な、はい、放射能を含んでいるって考えられるんですよね、はい、それを水に流して薄めるとか言ってますけど、薄めることなんかできないです。総量は、が変わらないんですから、薄めることなんか絶対できないし、周りの近隣のアジアの諸国に何のことも言うことなく、はい、勝手に流すことを日本が決めてしまったんですよね。それをも絶対許されないと思います。